経営学部経営学科淵上宗志と申します。今日はよろしくお願いします。リーダーがどのような行動考え方をしていくか、もしくはそのチームをどのようにして自分たちの目標に向かって進んでいくか、そのための行動考え方っていうのを総合的に勉強することです。コツというよりも、まずリーダーって何だろうって考えた方がいいかもしれないですよね。リーダーとリーダーシップって似た言葉だけど違うことを指してて、チームを目標達成のために導くための考え方や行動、キャプテンが一人でそれをやらなきゃいけないかっていうと、僕はそうは思う。リーダーにもいろんなタイプがあって、みんなの先頭を走っていくようなリーダーもいれば、みんなを支えながらチームを同じ方向に導こうとするリーダーがいたりとか、まあ、そういうリーダーのタイプというのは正解がないと思う。ただ目的は一つで、チームをどのようにして目標達成まで導いていくかっていうこと、その行動や考え方をどのようなやり方でやるかっていうのが大事なことだと思っています。まずリーダーシップの力の出す方向っていうのは外向き、要は目標を達成するための行動考え方と思ってくれたらいいかなと思います。2つ目に、このリーダーシップっていうのはキャプテンだけがすることではないっていうこと、要はチームのメンバーに同じように目標達成のために考えてくれたり行動してくれる仲間がどれだけいるかっていうことが大事なことなんです。で、そうすることでチームのメンバーがみんなでリーダーシップを発揮していくっていうチームを作るっていうのが僕は一番大事なことだと思います。こうやったら目標達成できるよねっていうようなことをみんなと共有して、リーダーシップを取れるメンバーを増やすこと、まずこういうところから僕はチームを作っていったらいいんじゃないかなと思います。まず最初に、まあこの時期ね、思い切ってプレーができているっていうところはなかなかないんじゃないかなと思ってます。自粛をしたり練習をしたり個人練習をしたりとかっていう状況で4月から少しずつ動き出したと。ただ集まってきた子たちはラグビーを楽しもうっていう話をしてます。なのでふざけて楽しむんではなくて、目標をしっかり持ってその目標に向かって頑張ることをどうやったら楽しめるか、雰囲気も明るくて、ね、新しく覚えることとか、やっぱり今までの高校とは違うラグビーをやってるので本当に苦労するところもあるとは思うんだけど、それをいかに楽しんでいいチームを作っていくかっていうところに今みんなで取り組んでる最中です。アマテラスのメンバーの中にも一人サッカーの出身の子がいるんだけど、本当この数ヶ月で基本的なラグビーのプレーは他のメンバーに遜色ないくらい追いついてきてるっていうのが現状です。ラグビーってこういう人間じゃなきゃできないっていうスポーツじゃなくて、いろんなタイプの能力を持った人が集まってきて、それをチームの中で最大限に合わせる、1+1が3になるようにいろんな力をうまく活かして作っていくのがラグビーっていうスポーツです。なので今違うスポーツをやってるけどラグビーやってみたいなっていう子がいたら、ぜひ相談してくれたら嬉しいなと思います。本当にそういうチャレンジをする場があるし、大学での生活4年間を充実した生活にできるスポーツだと思うし、その後のみんなの人生の中でもこのラグビーをやった経験っていうのが必ず生きてくる時が来るなと思ってるので、ぜひぜひご相談ください。僕たちはやっぱり日本一を目指して頑張りたい。それが高すぎる目標かというと僕はそうは思ってなくて、女子のラグビーの世界では本当にチャンスがあるなと思ってます。ただいきなり日本一になってことはないので、本当に一つ一つ自分たちの課題を日々クリアしていく、みんなでどういうことをやって、ね、どういうことを考えて、でステップアップしたかっていうのがすごく大事なことで、僕たちアマテラスは日本一を目指して一つ一つ階段を上っていきたいなと思ってます。チームとか組織っていうのは一人じゃないっていうのが一番大事なので、みんなでやることでチーム力が向上していくっていうことになると思います。悩まずにチームのメンバーをどんどん巻き込んでいいチームをどんどん作っていってください。ではさよなら。